クジラ鳥の海は、1998年に公開された日本映画、梅川俊明の初監督作品、シグロが制作、配給した。当時の捕鯨の長編記録映画で、和歌山県の大地のゴンドウクジラ漁、北、太平洋のミンククジラ調査捕鯨とクジラの解体、ノルウェーの捕鯨事情、千葉県の綿浦の土クジラ漁を詳しく取材し、誇りを持って漁に励む。 男たちの姿を映し出したドキュメンタリー作品。キネマ巡報文化映画10位。また、2010年には映画ザコーブが一方的な内容であるため、より深く理解する一助として、日本ではクジラトリの海を再上映する映画館もあった。クジラトリの海は企画から2年をかけて制作された。1997年に撮影スタッフは捕鯨船に乗船し、 半年間、捕鯨の現場を撮影している。撮影したフィルムは32時間となった。また、映画は、ドキュメンタリーのため、用意されたストーリーはないと、断り書きがなされている。監督の梅川敏明は、福島県の元漁師の家の生まれであり、橋のない川、荒川、もう一つの人生、絵の中の僕の村などで助監督を務めている。今回、 クジラ鳥の海の監督に抜擢され、これが初監督作品となった。伝統的に和歌山県の大地町ではゴンドウクジラを食材とする。画像はクジラ丼とクジラカツの串がある定食。クジラ鳥の海は日本の沿岸小型捕鯨を中心に北太平洋でのミンククジラの捕獲調査やノルウェーの捕鯨をも正確に記録した長編ドキュメンタリーであり、 日本における捕鯨の現状を正確に伝えることが目的である。映画は伝統的な捕鯨技術を通して日本人の食文化の本質に迫ったものとなった。映画の舞台は4カ所で、和歌山県東室郡大寺町、西北太平洋、ノルウェーのホテ天諸島、千葉県の和田浦である。映画の展開は伝統的な捕鯨基地である和歌山県の大寺町で、 第31隅とも丸によるゴンドウクジラ漁が最初に取り上げられ、ついで北太平洋での調査捕鯨とクジラの解体が続き、さらに部隊はノルウェーの捕鯨業に飛び、そこでのエコテロリストの問題に触れ、そして再び第31隅とも丸が登場し、今度は千葉県の綿浦で土クジラを取るという展開となっている。ミンククジラを捕らえた捕鯨船ノルウェーでは、 ミンククジラ肉をステーキで食す。和歌山県の大地町は古くから捕鯨の町として栄えてきた捕鯨基地で、その沖には黒潮に乗ってゴンドウクジラがやってくる。和歌山県でのゴンドウクジラ漁は例年5月1日に解禁されるので、その日になると第31住友丸はゴンドウクジラを取るために失業する。 第31隅とも丸は、捕鯨法の奉仕を、はじめ6名のクジラ鳥が乗船する。ゴンドウクジラ漁の漁期は10月までで、それまで船員は海の上で共同生活を送る。捕鯨は危険が伴う作業であるため、6人のチームワークは緊張に満ちる。そのクジラ鳥は誇り高く、その顔は神聖にさえ見えた。6月1日には、北。 太平洋でのミンククジラの捕獲調査があり、撮影隊も同行した。船は宮城県の港町を出港した。キャッチャーボートで行う捕獲作業や、母船に手取れたクジラの科学的調査を行う現場と、共に母船でのクジラの解体作業も行われた。クジラの解体技術は、江戸時代の沿岸捕鯨から商業捕鯨に至るまで培われており、見事な職人技である。大きな クジラ包丁を手にしたベテランの包丁方の手慣れた鮮やかな包丁さばきの技術でクジラは素早く解体されていき、区分けされていく。摂政という食の本質がそこから垣間見えるシーンであった。ノルウェーの露テン諸島で北海でのミンククジラ漁が解禁された。傍手は失業前のフィヨルドの入り江で捕鯨法を試し撃ちした。ノルウェーでは 反捕鯨運動が過激化して様々な妨害があり、親子代々の鯨鳥は生活を奪われている実情が語られた。露法天諸島では捕鯨は伝統文化であり、またミンククジラなどの芸肉は貴重なタンパク源にもなっていた。夏になると千葉県の綿浦で土鯨漁が解禁となるので、それに合わせて第31住とも丸は魚場を移動していた。 土鯨は小型クジラ類とはいえ10メートルを超える体長がある。捕鯨船は50ミリ砲の一番りでクジラを射止めると、慎重に二番りで止めを刺して仕留める。確実に止めを刺すのは、そうしなければ引き寄せた際にクジラが大暴れをすることがあるため、捕鯨とは海の狩猟だと思わせる瞬間だ。そして、宝手は捕鯨を通して命の尊厳を静かに語った。 私たちは生き物を殺している。でも、そのことを、いつも忘れないようにしている上記のように語る、第31住友丸の奉仕は、クジラの供養のために、小さな仏像を、いつも身につけていた。昔ながらの伝統的な生活と、都会から聞こえる、かわいそうという一方的な声の狭間で、海の男たちは生きていくしかないのである。そして第31住友丸は、 今期の捕獲枠の最後の一等分となる土クジラを求めて夜明けと共に再び大海原に出業したのだった。監督の梅川敏明は映画の撮影前捕鯨の雰囲気についてハーマン・メルビルの小説白鯨の A ハブ船長のような髪の毛が逆立ち過度に興奮した男たちを自身の子供の頃のイメージのままに想像していた。ところが実際に 捕鯨船で取材をしてみると、上院はクジラを発見しても落ち着き払い、捕獲のために敵パキと行動し、そして船員らは、樹脂や小さな仏像を捕鯨船に持ち込んでいた。梅川は、クジラの命をもらうことで、自分の人生があるという考え方の人たちを、自身の狭い視野によって、全く別のものと認識していたことについて、イメージの呪縛と反省した。 他のインタビューで、梅川は、私は人間が他の生き物を殺して食べることなしに生きていけないことを改めて思い、捕鯨の仕事に従事するクジラ鳥にこそ生命の尊厳が宿っていると確信したと語り、欧米から押し付けられた捕鯨禁止を理不尽なものとして捉えた。さらに別のインタビューでは、梅川は捕鯨は素晴らしい労働であることや、 クジラの主言状態を調べて絶滅させないように、捕鯨が行われていると述べた上で、だからといって、クジラは撮ってもいいんだという映画にもしたくなかったと述べ、白か黒かではなく、他国の人には様々な価値観があり、お互いに価値観を認め合い、共に生きていけるように映画をきっかけに考えることができたら良いと主張した。捕鯨船の奉仕は、クジラ取りの町では憧れの職業だった。 映画批評家の服部光一郎は、クジラ鳥の海に登場した幾人かの捕鯨船の引退した元宝手らが、捕鯨の話をする時の表情は生き生きと輝き、捕鯨禁止措置について話が及ぶと、その表情がみるみる曇ってしまうのが印象的だと語り、自らの意思ではなく、国際捕鯨委員会の捕鯨禁止によって、仕事を奪われ、二度と職場に戻れない宝手たちに、同情した。 また、この問題は、労働問題でもあり、捕鯨の禁止によって労働者が雇用を奪われたと解釈する、労働系の新聞は、クジラ鳥の海に登場した元報手が、欧米の主張は、何の根拠もない感情的なものだ。20頭の群れであっても実際に取ることができるのは1頭だけ。ビンククジラは、確実に増えている。欧米の主張を受け入れたために、 大勢のクジラトリが生活の場を奪われたと起こったことを記事に書いている。さらに、ハットリはクジラトリの海はクジラと人間の関わりがテーマだと考え、また大型捕鯨船を使った商用捕鯨は禁止されたものの、そのノウハウを使った調査捕鯨は現在も行われている。それを実質的な商用捕鯨の隠れ身のと評する人々も世界中に数多くいる。 しかしこの映画を見れば、そうした批判がいかに的外れなものであるかがよくわかるはずだ。と述べ、調査捕鯨で仕留めたクジラの体の部位の隅々まで、きちんと利用する日本の捕鯨文化では、調査のサンプルの残りを有効に活用することができる文化だと映画は示したと解釈した。クジラ鳥の海は、1998年2月に開かれたベルリン国際映画祭のフィルムマーケットで、 死者し、海外映画祭からも多数の招待を受けた。また、クジラトリの海は、芸術文化振興基金女性映画に認定され、1998年度キネは、順邦文化映画ベスト10第10位の作品となり、日本の文部科学省の教育映像等審査制度で、選定されている。さらに、クジラトリの海の録音を担当した、録音技師の鶴巻博は、映画技術協会の、 第52回日本映画技術賞を獲得した。2010年、日本の捕鯨を批判的に描いた映画、ザコーブによる日本での騒動により、クジラ鳥の海は、再び脚光を浴びる。映画監督で映像ジャーナリストの渡井健美は、クジラ鳥の海と、捕鯨に生きるは、日本人とクジラとの歴史や関係性を考えさせ、とても興味深い、そして、これらの映画と、 後部を合わせて見るのは面白いと思うと述べた。名古屋シネマテークではザコ部の上映に合わせ一本見るだけでは得られない発見があるとしてクジラ鳥の海も同時上映された。また京都南館でもクジラ鳥の海は同時期に上映された。クジラ鳥の海は記録映画であるため出演者は実在の人物でありナレーションに山川武雄のみ登場する。 ありがとうございます。